今日の取得仕事はね一応一段落しましたんで、これから事務所に戻るところです。シートバッグね欲しいんだよな。どうしよっかな。ナップスあたりをねちょっと徘徊してみようかなと思ってますけど、ここのところねちょっと櫛谷を購入しすぎてるので、ジャケットとパンツとシューズかをちょっと櫛谷でね購入したんで、ちょっとさすがにバックまで櫛谷っていうのはあまりに櫛谷マンすぎるので、ちょっと違うところもそんなに高いものじゃなくてもいいかな。ナップスでねちょっといいの探してこようかな。試験場の横もすごい道は綺麗なんですけどね、あんま飛ばしてるとね警察の厄介になることになるんで控えめに行きますけども、このバイクはね気持ちいいっす。街乗りでやってて気持ちいいバイクってなかなか、珍しいんじゃないかなと思いますけどね。やっぱこれねパワーありすぎてもダメなんですよ、おそらくこの7半ぐらいのパワーでね気持ちよく回せるっていうのがいいですね。やっぱり僕の性に合ってるというか、まあそのうちね慣れてきたらハイパワー欲しくなってくるのかもしれないですけど、まあ、その時はその時でねまた考えますけどね。はい、ナップス三鷹店行ってみましょう。よいしょ、服屋さんね楽しいなやっぱり。よいしょ、ではまた。シートバッグがヘンリービギンズのマルチタイプってやつですかね。これもね新古品半額でした。大体5000円ぐらいで、これですね、クシタニのタンクバッグ、これも半額なので総額ね1万円ぐらいで手に入ったかな、2つとも合わせて。結構フル装備でもスリムでいいんじゃないでしょうか。こんな感じでこのスタイルでいこうと思います。はい、結局ねタークバックは櫛谷に買ってしまいましたけど、まあ半額だったんで、よしとしましょう。ただちょっとねこのマットカラーの吸盤ってやっぱ難しいんですかね。なんか考えないとちょっとくっつかないかな、これもしかしたら。
いやちょっとね走ってみてますけど、やっぱ吸盤の月がね弱いっすね。どうしたものかな。皆さんもねちょっとねお気をつけください。マットブラック、マットカラー系の吸盤はつきづらいっていうね、一回試したんですけどね。走ってみないと分かんないな。細かい振動と風の合わせ技でねちょっとたまに外れる時があるな。おそらくちゃんとついてれば平気なのかな。外れてるよな。吸い付くと強いんですけどね。突然落ちるってことはないんですけどね、裏が滑り止めになってるんで。それでもちょっとね、峠行った時とかねちょっと深いバンクした時に落っこちそうな気もするんだよな、外れてると。何か対策を講じないとダメそうですね。いやタンクバックね、なんかいい方法ないもんかな。マットブラック塗装のせいだと思うんだよな、これは。まあタンクの形状もねちょっと凝りすぎてるんだよね、凹凸が多いんで。どうしてもね落ちてきちゃいますね。困った。ダメだね。ちょっとねこれは気になって運転ができない、これはまずいぞ。すまんがちょっとこれはさすがにこのバイクに合ってない、そういうことになりますね。ちょっと気になってね運転がうまくできないですね。そう、形は良かったのにな。形はいいんだけどな、残念だな。タイプのタンクバックは S7 半の場合は無理と、そういうことかな。吸盤のせいじゃないと思うんだよな。よし、いいよ。初回点検前最後の給油になります。よいしょ、まあ、ちょっとねタンクバックに関してはもうちょっとだけちょっと研究してみようと思います。でまあどうにもダメだったらちょっとね、まあ、逆ですかね。まあちょっといろいろとやっていこうと思っていますので、また動画でお会いできればと思います。では、やっぱりずれるんだよな、ダメだな。